今度のメンバーは。ダンクーガには今までで一番マッチしたメンバーかもしれません。そうか、それはよかった。だってみんなバカばっか。そう、でもいい意味でバカですよ。ダンクーガと新しいパイロットたちは確かに進化しているわ。何が起こっている？敵が艦内で暴れています。国旗を次々に破られています。これ噛んだらどうなるのかしら。総員撤退せよ。脱出。やった。私は好きですよ、今回のメンバー。今のところ経過は順調です。うん、ダンクーガの戦いはさらに激しく過酷になる。楽しみだ。いい汗かいたら、やっぱ温泉よね。メンテナンスお疲れ様でした、セイミーさん。ダンクーガのダメージを見ると実感しますよ。バーチャルじゃなくてリアルなんだって。実戦ですから、遊びなんかじゃありません。真面目にやりますってことよね。そうみたいね。聞いたはずだと思うけど、ダンクーガには活動限界があるんだから。お遊び気分はもうなしよ。限界を超えるとどうなるの？私たちのダンクーガが爆発しちゃう。おう、それも一瞬のうちにね。もっともその時はダンクーガの機内は数千度。あなたたちに逃げる時間はないわ。僕たちはすでに死んでいる。うん、とっくにね。ですから、あまり敵を甘く見ない方がいいと私は思うんですけど、違いますか？ところでもう一つ気になってしょうがないんだけど。何でしょう？どうしてダンクーガのパイロットに私たちが選ばれたの？ご覧の通り、自分勝手で命令にもろくに従わない私たちよ。個性豊かと言ってくれ。確かに日本は21世紀中の新関東大震災により経済は破綻。世界から見れば三等国以下になり下がっています。少子化は極端に進み、子供がほとんどいない国になった。
そのため20歳だった成人を15歳として、それ以上は犯罪を含め全て大人の扱いを受けることになる。私は15歳です。はいはい、大人のお嬢さん。日本の物価は高騰し、円は安くなり1ドル1000円を超えています。日本は敗戦なき敗戦国と呼ばれています。そのため世界は完全に日本を無視していると言ってよいでしょう。世界にとってどうでもいい国、日本だからこそ、日本ほどダンクーガの秘密基地として適切な土地はないのです。さらに日本に住む人々の無宗教性も、宗教戦争の際ダンクーガの関係者として便利なのです。どんな宗教にも影響されません。でもそれだけじゃ答えになっていない。問題はなぜ私たちが選ばれたかなのよ。様々な資料の検討の結果です。様々な資料の検討、どんな資料だってのよ。もううるさい。ダンクーガか。ダーツが得意だってのも資料のうちだっていうの。やれやれ、お呼びですか。今日のオムライスは本格的だぞ。ん？上出来。嘘だろ。これ食べさせてくれよ。サクヤさん、サクヤさん。なんだ。困ります。常に携帯電話を携帯していただかないと。あ、そうか。俺基地に忘れてきた。いざという時に困ります。いつも持っていてください。俺は携帯なんかに縛られたくないからホームレスやってんだ。なんかあったらお前が飛んできてくれ。私は忙しいんです。あなた専用じゃありません。あっそう。はいはい、わかりましたよ。お揃いですね、チーム D の皆さん。チーム D？ 何それ。あなたたちの総称です。本日登録されました。 D ね。だったら ABC はどうしちゃったんだ。すでにこの世にいないなんてね。ありそうな話ね。確かにチーム A も B も C も存在しません。じゃあなんでチーム D なんです。ダンクーガの D です。まんまじゃない。デンジャラスの D という意味が含まれているかもしれません。デンジャラス、脅かすなよ。ルリルリは俺たちの優しいカウンセラーだろ。ルーリルリです。改めてチーム D 発進せよ。こういう時って了解とかラジャって言わなきゃいけないの。ダンクーガってスーパーロボットですもんね。とりあえず行ってきますか。了解。了解。で、今日はどこ行くの。司令室のモニターを見てなかったの。ヨーロッパの島国よ。確か地球の裏側だな。ですね。リーフェニックス発進シークエンスカウントダウンスタート。ああ、速攻で片付けて帰ってくるぜ。みんな、ダンクーガを優しく扱ってね。壊したら承知しないわよ。僕はリーフェニックス発進準備完了。ダンクーガチーム D 出撃します。
おい、おい、お前たち急げ。もうダメなの？え？僕たちは負けなの？確かにここはもうダメだ。あの都市を政府軍に越えられたらな。それも時間の問題だ。だが新しいアジトに移ればそこから犯行に出る。新しいアジトってどこにあるの？戦いで死んだパパやママが話してるのを聞いたの。ここが最後の砦だって。ここがやられたら解放軍はおしまいだって。それは僕たちはこの土地を守るために戦ってるんでしょ。それなのにどうして負けちゃうの？大丈夫、我々には最後の希望がある。最後の希望？それは何？ダンクーガだ。ダンクーガ？目標空域に到達。ミッションスタート。各バリアブルビーストマシンアクティブ。圧倒的だな。ゲリラどもの抵抗もここまでだ。コマンダー、どうした？頭上より敵接近。数は？4機です。たった4機だと？愚かな。対空攻撃叩き落とし。チェンジイーグル、ヒューマロイドモード。私の後ろは危険だって言ってるでしょ。チェンジライドス、ヒューマロイドモード。みんな手を出すなや。後ろ！お、いい！うわだ！まったく、爪が甘いわよ、サクヤくん。そう、だから未だに恋人なしのホームレス、なんてね。自覚してるんだ。来たわ。どうなっている？こちらはやられてばかりだぞ。大丈夫です。敵3機、すでにセンターストリートに追い詰めました。3機だと？降下したのは4機だぞ。あと1機はどうした？クラークケント、そろそろ出番だぜ。僕はジョニーだ。粒子加速、臨界。アブソリュートキャノン、スタンバイ。カウントダウン。いかん、ウォロイドを分散させろ。5、3、2、1、ファイヤー。ノバエレファント、合身しなくてもこんなに強いなんて。ロンノリー、ジェノサイドロンタンク起動。了解。R2U38 より移動体接近。なに、高度にないわ。新兵器のようね。これは合身した方が良さそうですね。言われなくてもやってやるさ。また先に言われた。超人合身。
俺が噂のダンクーガか。叩き潰せ。ここまで来て戦いをイーブンに戻されてたまるか。力比べかよ。おいおい、5分過ぎたら蒸し風呂だぞ。そしてドカン、任せて。これくらい投げ飛ばして。危ない。おい、どこ行くんだよ。あなたたち、こんなところで何してるの。奴ら追い出すんだ。え、ここは俺たちの祖先の土地だ。だから取り返すんだ。ここは千年以上も昔から私たちの土地だったの。それが20年前にあいつらが奪いにやってきた。だから私たちが生まれたのは私たちの土地を取り返すためなの。そんな、あなたたちはまだ子供でしょ。土地を取り戻すのに子供も大人もない。私たちはこの戦いのために生まれてきたの。葵さん、葵、早く戻ってこい。もう戻らない。ともかくここから逃げなさい。お姉ちゃん、ダンクーガの人。ダンクーガがこの土地を取り戻してくれるんでしょ。それはダンクーガがやらないならやっぱり俺たちがやる。いい、あなたたちはまだ。とりあえず今はあれをやっつける。それが今回の仕事だから。待たせたわね。あの子たちは最後まで戦うつもりだわ。子供なのに。この戦場にいるのは戦う兵士だけ。子供はいない。どういうこと。それが現実ってことなんでしょ。まずい、時間が3分を超えた。なんとかしろ。なんとかって言っても、まずいですかね。田中司令、ダンクー剣の使用を許可する。ダンクー剣、もうですか。了解しました。チーム D の皆さん、ダンクー剣の使用を許可します。ダンクー剣、データを送ります。これでロックが解除されます。これは原始振動の刃。なんだ。ともかくすごいんだろ。さっさと使おうぜ。言うのは簡単よ。いや、ダンクー剣。これがダンクー剣。なんだあれは。ロボットに刀だと。ふざけよって。いけダンクーさん。驚くべき高度の軍事技術、ダンクーガとは一体。よし、残るはザコだけね。ミッションコンプリート。ミッションコンプリート。え、ダンクーガチーム D は直ちに帰還せよ。繰り返す、ダンクーガチーム D は直ちに帰還せよ。やったー。すごい。あ、なんで。もう少しで僕らの土地を取り戻せるのに。バカ、ダンクーガのバカ。あのまま戦えば完璧に勝てたはず。それなのに戦いをやめた。なぜ。確かにやってやったぜ。でもなぜこんなにダンクーガは強い。何のために。まだ何一つ疑問は解けていない。
なぜ私たちがダンクーガのメンバーに選ばれたのか、それすら分かっていない。そろそろ私の本当の仕事、精神カウンセリングが必要かも。なぜです？この程度の戦闘に切り札に近い弾空剣を使う必要があったのですか？今だからこそ弾空がの強さを見せつける時なのだ。やがて奴らが出てくる。奴らですか？やはりこの戦場でも弾空がが出現、壊滅寸前だった解放軍を助け去っていきます。なぜ戦いの均衡を守るだけでそれ以上のことをしないのか。ここに残るのは戦いの後焼け果てた戦場だけです。戦場にダンクーガは必要なのか、私の疑問は大きくなるばかりです。イザベル・クロンカイトがお伝えしました。私はクララ。私の銃弾は謎を撃ち抜く。次回ミッション4、赤い弾空が。予告まで撃ち抜くつもりはないんだけど、どうなってんの？ねえ